ベネチアの吸血鬼は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第5シリーズ第6話。2010年5月8日に BBC1 で初放送され、脚本は以前、同窓会を執筆した、トビー・ウィットハウス、監督は、今回初めて、ドクター風を監督した、ジョニー・ギャンベルが担当した。コンパニオンのエイミー・ポンドが、タイムトラベラーの異星人11代前ドクターにキスを、 した、は、肉体と石の終わりに続き、ドクターは、エイミーの婚約者、ローリー・ウィリアムズをタイムマシンターディスに乗せ、西暦1580年のベネチアへ二人を、新婚旅行に連れて行く。三人は、生徒が吸血鬼であるらしい女学校に興味を持ち、実際には偽装した難民エイリアンであることを暴く。彼らは、ベネチアを彼らに適した、新たな、 住み所に改造する計画を企てていた。本作は、ウィットハウスが執筆する予定であった。別の脚本を置き換えたもので、番組への良い導入になるロマンチックなエピソードとしてデザインされた。ウィットハウスは、ベネチアを舞台に選び、設定に適すると感じた。彼はすぐに、吸血鬼をプロットに加えた。撮影は2009年後半に、クロアチアのトロギルで行われ、 古い村でベネチアが表現された。イギリスでの視聴者数は768万人、アプリシエーションインデックスは86を記録した。批評家からのレビューは複雑であった。コメディア制作デザイン及びゲスト出演者のヘレン・マックロリーとアレックス・プライスの演技が称賛されたが、プロットの要素は最近の他の数エピソードと幾分似ているとされた。 脚本家のトビー・ウィットハウスはもともとある種の名器を舞台とした違うエピソードを執筆する予定であったが後にそのアイディアが第5シリーズの他のエピソードにあまりにも似通っているとエグゼクティブプロデューサーのスティーブン・モファットとピアーズ・ウェンガーが考えて別の話を執筆するように依頼し吸血鬼とベネチアのアイディアが生み出されたなおウィットハウスの当初のアイディアは第6シリーズ 閉ざされたホテルに先延ばしされた。彼はドクター風への良い導入となるリブートエピソードの類として働く壮大で勇敢かつロマンチックなエピソードを執筆するように依頼された。ウィットハウスは舞台に関してロマンチックな場所であれば世界のどこでも良いと指示され、彼が世界で最も気に入っている場所の一つであるベネチアを選んだ。 吸血鬼の発案者は定かではないもののおそらく、ウィットハウス本人であり、彼はベネチアのゴシックで常文かつ、秘密主義的な雰囲気が吸血鬼に合うと考えた。ウィットハウスは、本作の執筆が良い経験だったと述べ、ドクター風で脚本を書くことはとても喜ばしいことで、あると振り返った。彼は当時ドラマ、ビーイングヒューマンのエグゼクティブプロデューサーでもあったため、 エピソードを執筆するだけで良いことと、制作の他の要素を気にしなくて良いことを喜んだ。ベネチアが、水上都市であるというアイデンティティを活かすことを求めた、ウィットハウスは、沈みゆくベネチアというメインの筋書きを成立させた。また、ベネチアの特徴として、歴史の中で常に敵と戦っていたことが挙げられるが、今回では、本作の敵が最悪の敵であったことになった。 冒頭のシーンではイザベラが入学して、身に危険が迫る様が詳細に描写されたが、これは、ウィットハウスいわく罠にはまる犠牲者を描いた古典的な、ドクター風である。当該シーンの最後のイザベラの悲鳴は、もともとはタイトルシークエンスに入れられる予定であったが、監督ジョニー・ギャンベルは次の2つのシーンが互いにうまく、作用しないソフトな終わり方になっていると考えた。結果として、 タイトルシークエンスはドクターがローリーの参加している男性だらけのパーティーを台無しにするシーンの後に映されることとなった。ウィットハウスは当該シーンを面白いシーンと述べユニークなタイトルの始まり方だと表現した。また、ウィットハウスはドクターがどれほど人々を危険に陥れるかを強調したいと考え、これは劇中でローリーに指摘されている。彼は、 時間をかけて、コンパニオンが危険に向かって走っていくドクターと同じメンタリティになると信じており、ローリーの存在はそれに疑問を提起する大きなチャンスだと考えた。さらに、ウィットハウスは漫画的な要素でプロットを希釈し、登場人物の掘り下げを行おうともした。彼は、グイドの悲劇的なキャラクター性を放送時間中に確保することが難しいとも述べた。 本作はドクターの図書カードに掲載された初代ドクターの写真を見せることでメタフィクション的な言及ももたらしている。本作での静寂への言及は第6シリーズの静かなる侵略者で改装され、当該エピソードで焦点の当たる敵サイレンスが本作で暗示されていたことが示唆されている。もとの台本が長すぎたため、本作は撮影済みの審査へも含めて、 数多くのシーンをカットしなくてはならなかった。削除されたシーンには、ロザンナのスチュワードとドクターの戦闘シーン、より長いローリーとフランチェスコの戦闘シーン、クライマックス後のドクターとエイミーの会話などがあった。元々の台本では、エイミーとローリーが村人殺しを疑って、フランチェスコを追い詰めた際に、フランチェスコが壁を登るシーンがあった。ウィットハウスはこのシーンのスタントが、 比較的簡単だと考えたが、撮影があまりにも困難であるとわかり、ウィットハウスはフランチェスコが単純に走り去るように台本を改訂した。台本について、ウィットハウスと議論する際、ロザンナ役を演じたヘレン・マックロリーはどこかの時点でエーミーを傷つけるべきだと考え、結果としてチャンバーでエーミーが噛まれるシーンが追加された。16世紀のベネチアとして使用されたロケ地。 クロアチアのトロギル、ベネチアの吸血鬼の台本の読み合わせは2009年11月23日に行われた。本作はキャンベルが監督する最初のドクター風のエピソードであるとともにパトリック・シュバイツァーが共同制作した初めてのエピソードでもあった。本作はゴッホとドクターとともに第5制作ブロックで撮影された。現在のベネチアで見られる 現代の店舗をすべて覆い隠すには時間がかかるだろうと推測されたため、本作は2009年後半にクロアチアのトロギルで撮影された。ベネチア人は史実としてトロギルに入植しており、街にはベネチアに影響されたものも含めて歴史的人工物が多く存在した。カルビエリ家の内装はトロギルの視聴者とイギリスのアトランティックカレッジ、ケルフィリー城、 カステルコックで撮影され、グイドの家はカーディフ付近の16世紀の邸宅ランコヤック・ベワーが使用された。制作チームはカルビエリの家紋を可能な限り多くのロケ地に組み込み、デザイン部門は魚のガーゴイルをカルビエリ家の東洋にデザインした。トロギルの境界の塔がクライマックスに使用され、スミスとスタント俳優のスタントのため撮影は挑戦的なものであった。 塔の屋根はスタジオで組み立てられ、スタジオにて、グリーンスクリーンの前で撮影されたシーンもあった。ゴンドラは、ケルフィリー城の堀で撮影され、CGI が挿入された。ヤギを連れて撮影現場を通った女性など、市場では、地元人が出演した。小規模のカメラクルーは、ベネチアでも水際の建物のワイドショットを撮影したが、トロンビルのような歩道は存在しなかった。 キャンベルは、教会の鐘や狭い路地といった、彼がベネチアについて愛するものすべてを組み込もうとした。トロギルは海岸に位置するものの内部水路が存在せず、そのため、制作チームはキャラクターたちのいるバルコニーの下の通りの広場を CG の水で満たし、ベネチアのカナルグランデにした。少女たちが拉致されてサタナイン人ンに改造される部屋は、 緑色の光に照らされて、エイリアンのテクノロジーを示唆し、ロザンナの真の姿も露見することとなった。このシーンは、天井が低いにもかかわらず撮影監督は、撮影に成功したが、怖すぎるという理由で一部カットされた。吸血気象女本作には、予算の束縛により妥協せざるを得なかった面も複数、あった。エイリアンの真の姿は、 非常に予算を要したためそれぞれ数秒に止まり、それらのショットは劇中に分散して配置された。元々の台本では、イザベラの死ぬシーンでは巨大な怪物が自ら姿を現していたが、あまりに費用がかさむことと、モファットが当該シーンを見えないようにすることを、ウィットハウスに依頼せざるを得なかったことを理由に改変された。 本作の衣装の多くは15世紀から16世紀の趣向芸品を元としており、例えば女性の着用していたベールは吸血鬼少女に使用された。ローリーがエイミーを入学させるためにベネチア人に変装する際にはグイドとローリーが互いの服を交換した。これはモファットのアイデアであり、ウィットハウスはグイドを悲劇的な登場人物として捉えていたためこれに、 反対したが、最終的には、ウィットハウスのグイドが、ローリーのパーティー用 T シャツを着ている様を面白いと思って認めることとなった。マックロリーの衣装は変身をスムーズにするため、エイリアイ形態に似たデザインがなされた。マックロリーは、魚のように動くよう指導され、彼女は、懸命にその動きを追求した。吸血鬼用のハノペアは、個人個人にユニークなもので、 口の型を取ってデザインされた。吸血鬼の歯のある状態では、喋り辛く、アレックス・プライスのセリフは録音し直されることとなった。ただし、彼は歯を装着して喋ることに、つて極めて肯定的なコメントをした。ベネチアの吸血鬼は、イギリスでは、BBC1 にて2010年5月8日に初、放送された。ドクター風の後の枠で放送される。 オーバーザレインボーのエピソードが当日は拡大版であったため、ベネチアの吸血鬼は2005年に始まった新シリーズで最も早い時刻である午後6時に放送された。おそらくこのため、当夜の視聴者数は放送当時では第5シリーズで最も低く、BBC1 と BBCHD のサイマル放送を合計して617万人であった。 最終的な合計値は768万人で BBC1 でその週に放送された番組では5番目に多い視聴者数を記録したアプリシエーションインデックスは86であった日本では前は、肉体と石に続き2015年6月18日の午後11時からアクスンミステリーで字幕版が放送されたベネチアの吸血鬼はイギリスでは 天使の時間、肉体と、石と共に2010年7月5日に、リージョン2の DVD とブルーレイディスクが発売され、同年11月8日には完全版、第5シリーズボックスセットの一部として、再発売された。日本語版 DVD は2014年10月3日に、ドクター風ニュージェネレーション DVD ボックス1に同梱されて、発売された。本作は、複雑なレビューを受けた。 ダニエル・マーティンは、ガーディアン氏のウェブサイトガーディアン .co.uk にて本作を、美しく撮影されている、吸血鬼神話のすべてのパートが、ドクター風の記事科学でうまく釈明されていて楽しい、ドクターとロザンナの対立が美しく演じられた、ウィットハウスから予想できるように、会話が爽快だ。そして雨の中の塔をよじ登るドクターのクライマックスの、ショットは、 幅広い筆跡の正しい水準だとの述べた。SFX 誌の批評家、デイビッド・ブラッド・レイも肯定的に反応しており、欲しい5つのうち4つを本作に与えた。彼は以前の単発エピソード、ダーレクの勝利よりも構成が良く、面白く、引き込まれるものがあったとして評価し、コメディとアレックス・プライスの演技を称賛した。しかし彼は、 予算のかかりそうなロケ地が粗悪な特殊効果で格下げされているとも感じた。デイリー・テレグラフのギャビン・フラーは本作に否定的なデビューをし、はるかに残念が、機械が悲劇的に無駄にされたと述べた。彼は、脚本とプロットについて完全な派生物だと批判し、冒頭のシーンについては、ウィットハウスの以前の ドクターフルエピソード、同窓会とコンセプトが似ていると指摘し、人間に擬態するエイリアンというアイディアも、同窓会の台本と同じものだとも指摘した。彼は、グイド役のルシアン・ムサマティを、オセロのようだと批判し、ドクターとエイミーおよび、ローリーの三角関係を、以前の登場人物、ローズ・タイラーと、ミッキー・スミスのストーリーラインに否定的になぞらえ、結末が、テレビの中に住む女や、 ダーレクの進化に似すぎているとも考えた。ラジオタイムズのパトリック・マルケーンは、フラーのレビューでの感情にこうし、人間に変装したエイリアンにあくびをするのを、私は認めなければならない。私たちは、それを何度も見てきたとコメントし、ウィットハウスがコンセプトを、すでに、同窓会や、秘密情報部統治ウッド、ピロクテテスからの贈り物で使っているとも指摘した。しかし、彼は、 台本はドクターとエイミー、ローリーの数多くの英雄的な瞬間や面白い瞬間をもたらしてくれたとも述べ、ヘレン・マックロリーを総合だと表現し、キャスティングを称賛した。イグンのマット・ウェールズは、ベネチアの吸血鬼を10点満点で7点と評価し、完全に満足のいく全体像を作ることが全くできなかったとしても、結出した瞬間はたっぷりとあったと述べた。彼は、 エイミーとローリーのコメディやマックローリーの演技、ロケーションショットとクロアチアを称賛した。彼は古典的な吸血鬼現象の科学的補完は特にクレバーだったと感じ、本作のエイリアンが二次元を超越したと確信した。しかし、彼はフラーとマルケンの指摘に同意し、これまでに登場した数多くのエイリアン種族がいるため、本作のエイリアンの特徴がありふれたものに、 なってしまっていることが一つ最大の問題だとコメントした。ありがとうございます。